オープンしたのは長崎大学テクノロジーイノベーションキャンパス、略してニューティックです。企業と近い距離で連携できるよう長崎スタジアムシティのオフィスビル4階に設置され、オープニングセレモニーには大学や企業の関係者など80人が出席しました。スマートキャンパスというですね、言い方もいいのか、産業界への出島的な役割という形でですね、この場をですね、うまく活用していきたいと。ニューティックは1800平方メートルの広さに教職員の研究室や70人規模で使える研究エリアなど24部屋を備えています。ここでは情報データ科学部の学生らが企業と連携してデータサイエンスや ICT 情報通信技術分野などの研究実験を行う予定です。大いにこの環境を楽しんでもらいたいと思います。そういうことを楽しむことでですね、新しい発想に絶対つながっていきますから、そういった意味で自由にね、やってもらいたい。ニューティックは今月中に各研究室の入居を終え、来月以降本格的な研究指導が始まることになっています。